初戦減点ありまして苦しい展開になりました。5番のおさらが5コース、6コース6番の上、こちらは前半陰線2着と勝ちきれませんでした。スタートまで10秒を切ります。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。目立った飛び出しは1コース3コース、そして6コースあたり、1コースから1番の田村が出ていく逃げ展開、3コースから3番コレサはまくり届かず、内をついて須藤も追走いっぱいというところ、1マクレワアクシデントが出ています。スタートは前提正常でした。なお1周の1幕4番の大山は転覆失格となりました。1周1幕4番大山転覆失格です。投票券着順確定まで大切にお持ちください。2幕を待ってここで2番手内から3番のコレサバが抜け出してきています。レースは2周目、先頭が1番の田村。2番手が3番のコレサバ、2周目の1マークですが、ここは自己定が出ています。自己定を避けての旋回となります。2周の1マークです。1番田村が先頭、2番手が3番のコレサバ、そして続いての3番手2番の須藤が抜け出しています。上位3手ここで縦に長い展開となりました。後ろは6番の大上、4番手最後方に5番のおさらが追走です。1番の田村が先頭、そして2番手に3番のコレサバ、2番須藤、3番手で最終周回へと移ります。このレースは1周1幕4番大山転覆失格です。最後の1幕の旋回も自己定を避けての旋回となります。1番の田村先頭、最後のバックストレッチへと移りました。2番手続くのが3番のコレサバ、2番の須藤が3番手。このレースはスロー勢が上位独占の展開です。連勝と絶好のスタートになります。1番の田村先頭、最終ターンマークの旋回です。ここは人気サイドの決着、3連単は1番3番2番の組み合わせ 12.5 倍のオッズです。先頭1番田村ゴーリン、3番コレサバゴーリン、2番須藤ゴーリン、6番大上ゴーリン、5番おさらゴーリン、